F2 次期戦闘機開発が進む中、日本で開発されている各パーツは今までとは別格となる性能を秘めています。では、今回、この性能を詳しく見ていきます。中国がこの F3 戦闘機開発を冷静に見ていますよ。2021年5月現在、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替計画は主契約企業である三菱重工業を中心として進められており、同機の単液が輸送される。2035年前後に向けての開発が加速している。次期、戦闘機の主契約企業となった三菱重工業では、愛知県の同社工場内に、共に開発に従事する国内の、スバルや富士通、三菱電機、IHI 社等7社の、エンジニアを集め、設計を本格化させている。すでに、これら国内7社のエンジニアの数は、3月時点でも200名を数えていたが、今後さらに増員され、最終的には500名を超過する規模にまで、拡大されることが見込まれている。2020年12月には、次期戦闘機開発に、技術的な支援を仰ぐ海外企業の選定も行われていると報じられたが、こちらは大方の予想通りにアメリカのロッキード・マーチン社がその座につく模様だ。ロッキード・マーチン社といえば世界初の第5世代戦闘機であり、かつ現在でも最高のセイゾラ戦闘能力を持つと形容されるアメリカ空軍の F-22 ラプターや、これに続く F-35 ライトニングにを要する。そうした実績からは、かつてはアメリカ軍の主力戦闘機を多数輩出した。ボーイング社等ですらはるかかに凌駕する技術力とノウハウを持つため、されているが、気にかかるのは、その中での技術移転の有無だろう。今回の航空自衛隊の次期戦闘機は、いわゆる第6世代と称される分類に属する機体となるわけだが、ちょうど最近、試作機の発表を行った韓国の KF-21 は、そうした技術移転を得られず、国産化を進めている。こうしたレーダーやセンサー類の電子機器類でも当然、航空自衛隊の次期戦闘機でも課題になる部分とは思われるが、機関部については IHI 社が2018年にすでに試作機を完成させている点は大きい。この IHI 社製の形式名 XF-9 エンジンは、防衛装備庁に試作機1機が納入済みであり、以後はこれを量産化して次期戦闘機に組み込むことが見えており、F2 戦闘機の際に越えられなかった壁を一つクリアしている。西側諸国の場合、戦闘機用の機関部といえば、イギリスのロールス・ロイス社やアメリカのプラット&ホイットニー社等がよく知られているが、これらに互いした性能を試作機で実現しているのだ。具体的には、プラット&ホイットニー社の F-22 ラプター用の F-119 エンジンがアフターバーナ仕様時で約 15.9 トン、F-35 ライトニング2用の F-135 エンジンが同約 19.5 トンの推力を発生する。これに対して、IHI 社製の XF-9 エンジンは、同様に15トン以上の推力を発揮可能とされており、同様に双発である F-22 ラプターと比しても、
遜色のない動力性能を実現していると評価されている。物理的な機械である以上、推力を増加させることは大きさに制限がなければ比較的簡単に製造することができると言われているが、第6世代戦闘機たる次期戦闘機に搭載する以上、小型化は必須となる。これは第5世代戦闘機ですでに必要とされている機体のステルス性能を向上させるために必須の要件であり、 XF9 エンジンは直径、全長ともに F135 エンジンよりも小型、軽量であることを実現している。エンジンが小型、軽量化できることは機体そのもののステルス性の向上だけでなく、今後の戦闘機に必至となる胴体内ウェポンベイの容積の確保、つまり兵装の量に直結するとも言えるだろう。ただし、こうした胴体内のウェポンベイ設計のノウハウはまだ日本だけの技術では実現は厳しく、ロッキード・マーチン社や未だ含みを残している。イギリスの BAE システムズ社等からの協力が不可欠と思われる。イギリスは日本と同様に F35 ライトニング2を A 型、B 型ともに調達中であり、第6世代戦闘機もテンペスト計画として先行させているので、同様の課題に対処中とみて間違いないだろう。そういえばヨーロッパではフランス、ドイツが中心となっての第6世代戦闘機 FCAS 計画が進められているが、これに新規参入を決めたスペインを加え、先頃エンジン開発に合意した様子だ。こちらはフランスとドイツの FCAS 計画用のエンジン合弁企業オイムツに、新たにスペインの ITP 社が参画することで進められるようだが、今後もこの3カ国の政治状況次第で遅延の可能性も指摘されている。そんな中で2021年2月には中国メディアのハッケ号が日本の IHI 社製 XF9 エンジンについて F22 ラプター用の F119 エンジンに劣らない性能を持つと意外にも客観的な記事を掲載、警戒を促している。ハッケ号は同記事内で、中国の第5世代戦闘機 J20B 用に開発中の WS15 の開発が難航していることも認めており、これまでこうした機関部の実績に乏しい日本が先に実用化する可能性を指摘している。こうした百言号の指摘は、字面通りに見ればかなり客観的な内容とは思えるのだが、従来自国のこうした内容について妄想に報じてきた中国メディアの姿勢の変化は、いささか違う形の自信の現れなのかもしれない。